いらっしゃいませ。もうね、終盤になっております。残りニーナ11本。私はですね、今何番ですか、ちょっと計算してないので、59本らしいのであと41本ですか。30本差、トリプルスコア以上、過酷な条件であります。しかしね、まだドラマは残ってます。奇跡が起こるかもしれません。まあ奇跡じゃないですね、もう実力でいきますよ。ふぅ、ほんと疲れましたね。放送開始から約4時間ですね。皆さん、ほんとお付き合いありがとうございます。もうあとね、1枠か2枠で逆転するなら3枠、ちょっと予想より時間上回ってますけど、頑張っていきます。それでね、もう時間も押してるんで、どんどん始めていきますね。それでは開始します。これは相手も右寄りか合体をね、これは今来てるんで折り返しを優先に組んでいきます。とりあえずここ2連鎖ロースムの2連鎖ですね。相手は4連鎖、これ対応していきますね。あ、本線本線じゃん、鶴亀なんだこれ、見えないよそんなの、マジか、ウルカメか。それは見えなかった。業者ミス。これは、騙されました。冷静な判断ができればね、今のは伸ばして、勝ちパターンなんですけど。難しい。なんと言っても業者が難しい。なんだあれ、見えねえよ相手。なんだあれ、どこ本線、本線ないよね、やっぱり消さないと。これどうやって繋げんの、わっきわからん。繋がってんのそれ。あー、さすがにこれ飽和量ないですよ。さすがに帰ってこないこれは。うわ、なに、また鶴亀入ってくんの、びっくりした、怖いね。なに、どんな連鎖が起こるか本当に予想がつかない。ビビりますよ、そりゃ。あんな連鎖打たれたらビビるしかないですね。最後まで気が抜けない。これこそ本当に気が抜けない連鎖ですよ。もう打っちゃいますね。相手はよくわからない本線を打ってきた。これは大丈夫ですね。相手はあと10本。
まり諦めません。綺麗に合体を組んできますね。綺麗すぎるほどの合体を組んできます。はい、対応していきますね。対応といってもこれ全部なんか消えていっちゃいますね。鶴亀でしかも、なんだこれ。あーなんだあれ、連鎖で全部なんか見えない。まあ伸ばしきれないですねこれは。どっちにしろ綺麗な斉藤さんですね。あーもう何やってんの、もうダメですね。こんなことしてたら負けしかないですね。はい、遺産、遺産です。こんなとこで遺産してる場合じゃない。おい、そのミスは痛い。しかし、おぶれ。ミレリ本線。あー、連鎖が暴発してる。暴発してるよ。マジか。これはでかい。しかし9万はないですね、うん、そういう問題ではありません。でかいです。しょうがないな、黄色は来ない。緊急発火。相手綺麗に伸ばしてますね。黄色発火、緑黄色、青発火。間に合わず。あ、間に合ったか。間に合うか、普通に間に合いますね。圧倒的に負けてる。自分の連鎖すら分かってないという。高く構えるのは間違いか。おっと、ちぎってしまった。もう高くいきます。もう天に高く。相手は太陽なんでも太陽出ないんで本戦いっちゃいます。さあ、しかし相手緑ハッカー、これはどうなんだ。いや違う、なんだよくわからないところで発火したぞ。しかしこれは多分飽和的に勝ってたでしょう。繋がってもいませんね。こんな勝ちしかできなくなっていた。さあ、どう伸ばす。
次電車で入れっか。ああ、暴発か。ああ、暴発だー。暴発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 ばかりだ。勝てない。前傾し。前傾車する。華麗にする。前傾し華麗にするして5連鎖。相手はこれはいいんじゃないですか。これはいいですよ。これはもう相手ほぼ埋まりましたからね。はい、前傾し。負けない前傾し。はい、バカ戦でしたね。残念。はい、3を煽っていきます。冗談です。すいません。さあ次はどういくか。はい、もうこれね、多重折りに切り替えますね。よし、とりあえず4連採用。これはいい対応ですよ。はい、本戦。はい、頑張って伸ばして、頑張って伸ばしてよ、頑張って伸ばして。はい、これはどう見ても2つに分かれてるんでね、作りようがないですね。やっぱりね、先に仕掛けることがね、重要ですね。こうやって相手を無理やり動かすことによって試合有利に進めている。これ2ダブを一応構えまして、打つと見せかけて実は伸ばす。おい、ミスだ。これまずまずまず。どうすんの。お、つながった。やった、ラッキーだ。相手でかすぎでしょこれ。大丈夫か。なんだあれ、なんだの連鎖。しかしこちらかなりでかいぞ。よし、これはいい。頑張った頑張った、頑張りました。いい連鎖が打てた。まだまだ終わりじゃない、終わりじゃないぞ。諦めてたまるか。はい、単発。はい、3連鎖。相手は4ダム5連鎖。ん？どうなんで？と、繋がってる。危ない、危ない、危ない。ちゃんと凝視した。危ない、危ない。でもなんか青も伸ばそうかとしたんだよね。十分でしょ。あれが出る。焦らず冷静に行こう。もうここはね、一本も落とせない。あ、もう打ちます。十分ですね。これ伸ばして。あ、貫通か。まあ、どっちにしろ勝ちですね。びっくりした。はい。まあでも、試合に結果に影響ないので、そのまま、続行していきますね。はい、ここで。2ダブを構えつつ、ただ単発、様子見の単発。おい、それまずい、まずい、まずい、まずい。その単発はまずい。相手本線じゃない。
本線じゃないので対応していきますね。大きめの5連鎖で対応。いいですよ。ちゃんと対応ができ始めてきてる。これ流れがいいですね。ちゃんと見えてます。ここで見えてきた。まさかの。はい。これは、キーズの8しか来てたんで、伸ばし優先いきますね。これ合体、合体いきますよ。はい。でかい単発を構えて。で、相手3連鎖なんで、これは2連鎖で大丈夫でしょう。対応できます。はい。きっちり対応しています。はい。もうこれは食らってもいいですね。はい。咲いてきましたか？さあ、これはとりあえず、おっ、次、やばいやばい、もう何してんの、もったいな。もうせっかく優勢に持っていける状況だったのに。こんなんバカ破壊ですよ、ただに。ああ、気が来ちゃいましたね。しかし相手はどうなってんだ。ああ、普通に繋がってますね。ああ、もったいない。せっかく流れがあったのに、こんな、よくわからない前からしてしまってはダメですよ、ほんとに。はい、無駄な発火ですね。はい。これちょっと休憩入れますか。一息つきましょう。まあ続ければこの放送で、この枠で終われそうですけど。まあ次枠もやる感じでちょっと、ね。相手も残り4本ですからね。今合計が何対何になったんですか？67対 67、97。67対97。遠いですね。こっから33本。さすがに勝ちは厳しくなったので、とりあえずね、少しでも縮めていきたいですね。33対4。さあ、始めますか。このマークで終わったら終わりましょう。数学も一応取りますけど。さあ、ここで鶴亀、鶴亀仙人で、ダメ仙人、頑張れ。間違えた。もう何してんの。操作ミスだよ。まあ普通に大連されてたのに。I'm gonna make you mine.
あれ なんか知らないけど、勝手に死にましたね。まあいいでしょう。何もしないの。いきなり自滅しましたね。もう相手見てなかったし、今のは。何なんだ。アイさん、手加減しないでいいですよ、本当に。本気試合なんで。はい。もうどんどん浮くのしかないね。そうですね、あの単発が結構効いたのかもしれませんね。はい、とりあえず70本はいきますね。あわよくは100本。はい、GTR。ここに来て、土定型。この単発がまた刺さるか？本戦、さあ本戦勝負。これは私の方がでかいでしょう。こちらは無駄がない。これは勝たせてもらう。うん、これは大丈夫ですね。いや大丈夫じゃない。これで大丈夫じゃないのか。マジか、すげえ。よし、81だ。これはいい2ダブ。3連作か。相手をちょっとリグラして生かして、青カウンター、青が来れば。よし、これ勝ったね。よし、よしよし、とりあえず70。ふぅ、なんとかしのぎ切った。回し成功しましたね。ここできっちり回していこう。もう回しが運ゲーになってきてる。さあ、こんな感じで連鎖入れてきますかね。8弱か。よし、まあ、あとは相手の伸ばしにかける。相手黄色置いて、あ、ファッカー今。連鎖日全部消えるな、これ。うめえ。お、でも黄色がない。黄色来ない、これは。あー、間に合ったか。黄色が来ました。これはでかい相手。さあ、どこまで連鎖、頑張れるか。あー、消してしまった。今のは勝てたのか分かんないけど、うーん、もったいない。とりあえず打ってみたかった。うん、とりあえず例の連鎖をやっていきますか。ここで亀連鎖。よし、いい対応。あ、違う、繋がってる、これ。あー、全部繋がってる。ダメだ、全部繋がっちゃったよ。これが伸ばされてしまう。キロハッカー来てしまった。帰ってこないことを願おう。間に合った。うん、帰ってきても大丈夫ですね。こんだけあれば十分。
さあ。少しでも追い上げていきたい。黄色赤。ちょっと隙があるな。ラブ打ってる。あー、赤ある。うん、どっから？そっから？なんだその対応。わかるか。しかし、その後の形が、あー、キッチリ赤まである。頼む、間に合い。あー、今、青から優先でしたね。今、5連作目だ。青が後から来ると思うな、優先順位が。2分の1の確率でしたね、あれ。しかし、まだ、さっきみたいな展開の可能性があるんで、まだ諦めないよ。3連鎖。あー、高いな。構えが高いのがきつい。あー、きっちりありますね。うん。どうしましょう。やりますか。次上げいきますか。一応。次開けいきますかね。ここで次枠。ああ、99本取られてしまった、ついに。今ですね、71対99。ああ、イサンマッチポイント。ここで CM です。いよいよ最終試合マッチポイント。あとこの1本からね、どんだけ頑張れるかですね。で、私が逆転するには29連勝というね条件です。あー、強かったですね。本当に強い勝ったですね。は終わってますね。強い、本当に強い。ここで2エンテの逆転。さあ、次はこれ放送終了できるのかな。やっぱりできないですね。なんでこれで終了はできない。